はいどうも、ケイタロウです。あ、中村瑞希です。よろしくお願いします。はい、現在ね、駿河台大学の方でね、うちの監督に指導を仰いでもらっている中村選手です。さあ、今回はね、中村選手の走りについてとドリルについての考察と、あとおすすめのドリルをね、紹介していただこうと思うのでね、早速よろしくお願いします。まあ、100が、あの中村選手のペースをここに出てるんですけど、あ、ここにね、そうそう、ここに出てるんですよ。すごい選手で、足のとても速い選手がどういう考えでね、走りを行っているか、で、その速い選手のドリルのね、意図っていうのをね、今回は聞いていくんですけど、さあ早速なんですけど、中村選手にとっての走りとは何でしょうか。私は流れですね。流れ、もう一通りそのスタートからゴールまでの流れ、うん、100メートルとしての走りってことで、そうそうそう、そうしか考えてないです、うん、走りを。で、その区間を分解してっていうことね。そうそうそう、まあ、分解して練習はするけど、うん、結局全て流れに持っていくことしか考えてない。あ、すごいね。俺それできないわ。俺もうこれになっちゃうから。あ、そう、いや、器用だね。すごいね。まあ、その中で、まあ、なんかドリルをどういった目的でやってるかっていうのを今日は聞きたくて、どういった目的でやってますか。すごいざっくりだけど。私的には、そのまあ、速く走るためのドリル。だから、試合の時のドリルと練習の時のドリルだとちょっと変わってきたりとかはするんだけど、まあ、基本的には練習の時のドリルだと、今日このこういう練習をしたいなに合わせてドリル。あ、例えば 60m とか 40m とかやりますっていう日はどういう、どんな感じで。結構スプリント重視だと、うん、あのドリルの時に 120% ぐらいの力が出せるぐらいのドリルを結構することが多い。で、結構速い動きをバッて入れたりとか、あと設置にバーンってこうインパクトを与えるような、うん、出力上げたりとか、そうそう、そういう系のドリルをやったりとか。なんか 120% を大体本番はあの出してた出力の何パーセントか下がるぐらいしか出ないって言われてるから、例えばショートダッシュやる日は、まあ、ドリルとか、まあ、シューズの状態で 120% の力が出しておけば、まあ、大体 100% ぐらい出せるような、まあ、練習ができるだろうっていう感じ。おね、そういう感じなんだね。俺の中でのなんかドリルとか、 なんか練習って本番イコール練習、練習イコール本番みたいな、なんか同じになってるから、そう、なんかそのちゃんと分解できて、でそれでちゃんと何、調子を狂わさずに走れるっていうのはすごいね、尊敬する。でももちろんそういうあのドリルもやったりしますよ、うん、そういう日もある。あの、あ、そういう日もね。試合 の感じでドリルを進めてって、試合と同じ感じで練習するっていう日も。なんか PT とかそういうことやる系っていう、あ、そういうことか。服装とかする日はそんな感じ。本当意図によってドリルはもう組み分けて、あ、そうそうです、組み分けて全部やってるっていう感じなんだね、うん。じゃあその中でなんかドリルをなんか、まあ、大体何種目とかやってる。いや、全然決めてない。本当にその日の練習によって、例えばそのスプリントってさっき言ったけど、6月1日と7月1日だったら全然数も違うっていうような、うん、その日によって違うみたいな。いや、もう自分の体の動きとか感覚によってもう毎日全然ドリルは変える。あ、ほんとその日その日なんだ。そう、その日その日。1種目だけもう30分ぐらいずっとやってる日も、ひたすらハイニーやるとか。そう。まあでも私的には感覚、自分の感覚がこうなんか定まらないと練習をしたくないみたいな、うん、じゃそこがしっくりくるまで徹底的にドリルで動き作りをするっていう、そんな感じ。これさ、ドリルとかってさ、もう決まったことしかやらないからさ、それでどんだけさ動かねえなーっていう日でもさ、動かさないといけないっていう感じになっちゃうから、一つ一つ動きに多分繊細じゃないとそんなできないから、そういうところがやっぱりこのトップスプリンターたるゆえんかなっていうのをすごい感じる。そう、庶民的にはそんなことはない。庶民だから、みんなそうだと思ってないから。僕は庶民ですね。まあ割と何、こうセンスがなく努力でこう積み上げてきた人間からすると、もう本当にその感覚がこうしっくりくるまでっていうのはすごいなって思って、なんかそれをやると疲れちゃうっていうね、すごい。なんか同じ動きをしなきゃしなきゃって思っちゃったりとか、あとは そのドリルに対してのイメージがあるから、それをしなきゃいけないっていう頭の回路になったりとかするから、結構そういうのって中高生多い気がしてて、あ、多いと思いますね、うん、なんかハイニーだったらこれ、エースキープだったらこれっていうのは決まってて、その動きを毎回やらなきゃいけないっていうのが
使命感とか、なんか義務感っていうのを感じる人は多いと思うから、だからその点ちゃんと、なんだろう、ハイニーとかだったらさ、その設置を重視する人、膝上げる人のを重視する人とかっていうのも分かれてるってことだよね。あ、そうそうそう、ね、まあまあ、なんかそのそれこそもうハイニーやって一本やった時に、あ、もう今日足上がるなって思ったら別に足上げなくていいじゃないですか、うん、だからそこは捨てます。あ、もう やれてることはもうやらない、ね、それによってあれか、その日の動き、その走りの中の動きも意識を変えてるっていうような感じ、うん、でももうほとんど自分のできるだけベストに近い状態で走りまで持っていくためにドリルをしてるから、うん、ほぼ走りに入った時にはあんまり何も考えてない。それこそその200とかの練習をするとかになったら、もう200何本とか走ってる間にレース感、レースの流れを考えてるだけで、特にその時の動きとかは、ああ、じゃあ動きの自動化がじゃあできちゃってるんだ、うん、羨ましいです非常に羨ましいです。めちゃめちゃ考えて走ってます僕。じゃあその中でなんか一番自分がやっててこれがしっくりくるとか、あの、ぜひみんなにやってもらいたいっていうドリルがあったらぜひ一つ紹介してもらいたくて。あ、それがどういうドリル？自分の中で一つね、一つだと、うん、バック歩行、後ろ向きに歩くっていうやつが、うん、結構一番自分の中では大事にしてるというか、結構高頻度で取り組んでる。ほぼ毎回、うん、まずドリル入りますの初めはバック歩行にして、でバック歩行で感覚が自分の中で狂ってないかの確認をする。まあ、そこでこうずれてたらそれに向けてのドリルをしたりとか、そこで感覚がずれてたら、なんか感覚が結構一番、うん、だから動くとかそれの前に、うん、なんか感覚的にそこが入ってるか入ってないかをそこで判断しといて、でもう入ってたらもう違う、どんどん動きの方に持っていく。バック歩行で その重心移動だったりとか、あとはこの使う部分っていうのを常に意識してみたいな、うん、そうそうそう、おお面白いこういう話聞きたかった、こういう話が、うんうん、それをじゃあ実際にやってもらいましょう、ぜひお願いします。バック歩行で一番意識していることは何ですか？頭からかかとまでの連動、うん、あとは結構ガニ股やったり内股やったりする人がいるんですけど、うん、もうまっすぐ自分の体に対してまっすぐ足引いて、はい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 、まっすぐ乗る、そして100乗ってると、うん、で着いた時は90みたいな、あーね、力の配分的にね、ピタッて着いた時にちゃんと50-50になるように、はい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 、でこう着いたらもうこっちじゃなくて両方に乗りつつ、こうグーってこうね、タンタンタンっていうのじゃなくてグーっていうのをね、ちゃんとね、はいはいはい、ここにかかとまで乗った時に、乗った時にこっちがスッてしてるかどうか、ここに100になりましたのところで、うん、足が前に残ってると、うん、さっき踏み自体がもう遅い、はい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 、ここに来ましたで、スッてこう、うんうんうん、持ってこれてるかっていう確認、重心がこうスーッて移動できるかっていうところがポイントなのね。だから歩いてるのを、うん、あの巻き戻してもうこうやって歩いてるのと同じ、はい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 、結構難しいね、これが。で、頭の位置とかも、うん、頭からとか、うん、腰からとかで、うん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 、本当にまっすぐ、ね、もう常に軸がありながらのスーッていう重心移動ね、めちゃめちゃいいねそれ。でこれもう本当に何個もやることが あるけど、うん、なんか大体やってるうちに、あ、今日止まってるわみたいな、うん、があるともう 1,2 本ぐらいでやめちゃう。はい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 、でもそれ最初にやるの大事だな。今の現状力を常に出してる感あるんだよ、ちょっと疲れるのね、めちゃくちゃオンとオフの切り替えが今の自分の中での課題だから、ちょっとこれやってみようかな。なんかここが多分力が、うん、そう、多分抜けてなくてずっとこうグッて入ってて、そうそうそう、入ってる、ここがスッて、そうそうそう、ここが大事、うん。
うん、そう力抜けてるように見えて多分抜けてないから俺、うん、はいはいはい、ね、そういうことね。ということでね、皆さんね、中村選手のこのねドリルの意図だったり、あとはね今回紹介してくださった何け、バック歩行、バック歩行とかね、ぜひね、こう軸をまっすぐにして、ね、乗り込むとか、あと、ね、重心移動のスムーズさっていうのをね確認しながら、ぜひ皆さんもやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。